大体日本の電話料金は高すぎるんだ。国が電話事業を独占してるからこういうことになるんだ。でも民間企業ってのは営利団体なのよ。慈善団体なわけじゃないんだし、全国一律のサービスを本当に維持できるわけ？圭一、日曜にしては早いわね。朝ごはん食べる？今日はいらない。あと今日は外で食べるから昼飯もいらないや。なんだ、友達と一緒か。圭一がよく話す部活というやつか。いや、今日は部活じゃない。昨日の罰ゲームというか、なんというか。
よう、レナ。おはよう。待たせて悪い悪い。ケイチくん。よろしくお願いね。はい、おばさま。ケイチ君はレナがちゃんとちゃんと面倒を見ますから。何の面倒だか知らんが、見んでいい、見んで。レナって何気にうちの親と仲いいよな。うん、仲いいよ。よくお話しするもん。よくお話っていつしてるよ。俺は見かけたことないぞ。おばさまとはよくお買い物の時に会うかな。特売日とかポイントセールの日なんかはよく会うね。ああ、確かにお袋は特売日とかまめにチェックしてるな。冷蔵庫のとこに磁石でいろいろとメモが貼ってあってさ、どこそこで何がいつ安いなんてのが書いてあるのを見かけるよ。それでね、今夜は何にしましょうねって話をしながら一緒に買い物するの。カレールーが特売だから今夜はカレーにしようかななんて話になると、じゃあうちもうちもなんて感じで。そういえば一昨日はカレーだったな。じゃあレナのとこもカレーだったわけか。うん、そうなんだよ。一昨日はポークカレーだったでしょ。豚肉が安かったから一緒に買ったの。だからね、私の家でもカレーを食べながら、今頃ケイチ君も同じカレーを食べてるんだろう。うん。おじさまとはお買い物の時に一緒に会うことが多いかな。ケイチ君のおじさまとおばさま、本当に仲良しなんだね。そういえばよく一緒に買い物に行くな。確かにいい年して仲はいい方だと思う。やっぱり両親の仲がいいのはとても大事なことだと思うよ。お買い物にも一緒だなんて、なんだか素敵で羨ましいな。なんだかさっきから俺の親の話ばかりで恥ずかしいぞ。レナのとこはどうだよ。仲いいか。うん、仲いいよ。いつもべったりしてる。だからね、レナに居場所がない。
突然笑い出すなんて何かな。レナの家のおばさんがどんな人かものすごい気になるぞ。俺も今度レナのおばさんに会ってみることにするぜ。レナだって俺のおふくろと話をしてるじゃないかよ。ならお相手だろ。はあ、だってケイチ君なんかがあってもいいことないよ。全然立派な人じゃないし。会う前からかなり予想はついてるんだけどね。ズバリレナにそっくりだろ。そんなことない。全然似てないよ。その過剰な反応が雄弁に答えを物語ってるぞ。とにかくレナのおばさんに興味が出たぜ。今度ご挨拶に伺うからな。覚悟してやがれ。普段お宅のお嬢さんに大変お世話になっております。いや、お嬢さんと真剣なお付き合いをさせてもらってるものですくらいの方が面白いかもしれないな。もしうちに来たらみーちゃんたちにケイチくんのちっちゃい頃の話をしちゃおうかな、かな。ちっちゃい頃とは具体的にはいくつの頃のエピソードだ。レナがおばさまに聞いたのは4つの時の話と6つの時の滑り台の話と、あとすみませんでした、レナさん。レナさんの目の黒いうちはリュウグウ家の半径100メートルには絶対近寄らないようにするっす。ありがとこれ、すっげえ人だな。今日はイベントデーだからね。この日のためにすっごい遠くから来てる人たちも大勢いるんだって。デザートフェスタはね、抽選に当たってチケットがもらえた人しか入店できでね、1枚のチケットで4人まで入場できることになっててね。なるほどな。チケット持ってる友人が来るのをこうして店の前で待ってるわけか。ちょっと違うかな。チケットの人にはね、たまに4人未満で来る人もいるの。つまりなんだ。落選者たちがチケット当選者のおこぼれに預かろうとこうして群がってるってわけなのか。
でござるよ。チケットは4人まで入れるのに1人で入ろうなんておこがましいにゃり。残り3人のゴリラのなイグラシペジーシの俺はこのお米犬でどうだ。こんな愚か者。よくわからん騒ぎになっとるぞ。このお店のコアなファンはちょっと怖いからね。ところで俺たちのチケットってのはどうなってるんだ。第一、俺たちメンバーって5人組だろ。チケットの定員じゃ。ほら、このお店兄ちゃんの親類のお店だからね。ミオンってドキドキすげえよな。それが最良の策みたいだな。よし。ゲルマンの別の意志を見せてやるのだ。今日は兄ちゃんたちみんなの罰ゲームの日。お店に入れなかったら昨日の勝利が無意味になっちゃう。それだけは認められねえな。俺たちがベストを尽くして得た勝利だ。だからミオンたちの罰ゲームを見届けるのは権利である。義務でもあるもんね。とかっこよく決めたところで下心丸出しなんだけどな。さとこちゃんやりかちゃんどんな格好かな。お持ち帰り。ヤングカップル、おとなしくチケットを差し出すでござるよ。余った枠に我らを加えるでござるよ。ああ、なんだか面白くなってきたぜ。練習を蹴散らして一気に行くぜ。うん、了解。みーちゃんやさとこちゃんを相手に回すよりは簡単かな、かな。だな。他の部活メンバーを敵に回すのに比べたら、見たとこ2、30人ってとこか。悪いが、俺たちを止めるには人数がちょいと足りないぜ。よーし、
らっしゃいませ。エンジェルモートへようこそ。本日はイベントデーになりますが、チケットはお持ちですか？チケットはないですけど、名乗ればいいと言われてます。リュウグウレナと前原圭一です。ただいまリストを確認しております。少々お待ちください。いや、しかし恐ろしい連中だった。あんなのがひしめいていたら健全な客は店内までたどり着けないぞ。そうかもだね。でもレナの行く手を阻むことは誰にもできないんだよ。それはそうと、相変わらずのキレだったな。あれは肘か膝か？顔面の急所を正確にぶち抜くとは恐ろしいやつ。だってだってレナのお持ち帰りを邪魔するんだもん。きっとみんな可愛いよ。お持ち帰り。可愛いモードのレナが相手じゃな。まあ連中もあれだけ派手にぶちのめされれば敗北を受け入れられるだろう。ケイチ君だってすごかったよ。大勢に囲まれて飲み込まれたと思ったら急にシーンとなって、その後みんな涙を流しながら道を開けてた。なんでかな、かな。いや別に、落選したお前たちの代わりにこの俺が入店してやる。お前たちの分まで俺が見届けてきてやる。だからどうしよくん、今は涙を流しても次の抽選の勝者になれと。まあそのあたりのことを少々語ったらみんな理解してくれたようで。ケイチ君ってアジテーション得意だよね。聞いている人を共感させる能力というか、我が部の口先の魔術師って感じ。その口先の魔術師ってもう決定なのかよ。他の通りならないのかよ。どうだろうね、考えてみるね。大変お待たせしました。リストにお名前を確認しました。お席へご案内します。どうぞこちらへ。やっぱりエンジェルモートは制服命だすね。食は舌で味わうものでござるが、エンジェルモートは目で味わうのでござるよ。今日はタユンタユンのウェイトレスさんはいないでござるか。むほほ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 、女の子のローテのチェッカー基本ですよ。ツンデレ好きなら火木の17時以降は絶対抑えたいですね。
逆属性の方は金曜17時以降が勝負。みはうわりりりりかちゃんお持ち帰り。まあ待て、落ち着けレナ。ここでお持ち帰ったら罰ゲームにならん。馴染みのエンジェルモート制服だが、どことなく違う気が。それはですね、前原さん、僕が説明いたします。あ、富田くんじゃないか。なんだ、岡村くんも。二人とも当選してたのか。どうでもいいんです、前原さん。それよりもここで古出さんの衣装について説明しましょう。ご存知の通り、エンジェルモートの制服は成熟した女性の魅力を前面に押し出すことを最大の目的とした。よって着衣には多少の成熟した年齢相応のプロポーションが必要とされます。においては未発達な体型であるフルデさんとは最も相性の悪い制服と言えるでしょう。それだけでなく、問題となったのはフルデさんの体型に合うサイズを店舗側が用意できなかったこと。そのためフルデさんはエンジェルモート
の制服を着るという罰ゲームを実行するためには工夫をせざるを得なかったのです。そこでフルデさんはプール用の水着で衣装を代用したのですが、それにより神をも予見できなかったであろう水着とエンジェルモート衣装というありえない、この武装により現在のフルデさんの攻撃力は従来火力をはるかに凌駕、属性付与、状態異常の追加、クリティカル発生率の大幅アップ、しかも上昇中には無敵時間まで与え、この素晴らしさがわかりますか？わかりますよね？つまりこれを龍宮さん風に言うとこうです。ダメだよ、ダメダメ、お持ち帰るのはレナなんだよ。でも気持ちはわかるよ、お持ち帰り。デザート魔人の君がデザートフェスタにいないわけないよな。いや、元気。元気かどうかなんてどうでもいいっす。それよりあれはどうなってるんすか。なりゃやけだね。毎度どうも、ウルトラレアチーズケーキお待たせしました。この格好はケイちゃんにやらせるつもりだったのにな。前原さん、この格好も並々ならぬ。しかも普段の部活では上昇無敗、完璧鉄壁猛万体の委員長の普段の姿を知れば知るほどに8倍深さ500倍。しかし天下無敵の委員長ですら逃れることが叶わないとは。同じ器の巨大パフェを付き合った仲じゃないっすか。それなのに俺に内緒でそんな素敵な部活をしてたなんて納得いかないっす。こんな部活の存在知ってたら野球なんかやらなかったのに。俺の人生のリセットボタンはどこ。みんなダメだよ、部活は。なんだこれは。住民票を木の見沢に移すっきゃな。しかし素晴らしい罰ゲームっすよ、ケイ。
女性を美しくする衣装は例えるならデザートのデコレーションと同じなんす。ショートケーキだって全て剥いてしまえば単なるスポンジケーキに過ぎないんです。それをクリームで飾り、とえ旗への美しい装飾が奏でる素晴らしき魅惑のハーモニーは、目で楽しみ、舌で味わい、しかるにこのセーラー服とブルマの組み合わせは素晴らしい。本来ならどちらも日常的な学校衣装であり、それはそれで味わいがあるのですが、それはそれで置いといて、制服と体操服という近いカテゴリーにありながら交わることのなかったこれら衣装、そうデザートに例えるなら、まさか誰もが絶対に合わないと思った組み合わせが、誰もがの未体験の未知なる味わいを持たせるに至ったのです。ケイちゃんってケイって呼ばれてるの？この暴走特急と仲良かったんだ。全力で無関係を装わせてください。とわーなんだ。許しませんよ前原さん。ただ許さないって何が許さないんですか。この格好が罰ゲームになった時点で多少は心の準備がありましたの。さとこのメイドさんはある意味命に関わりますです。さとこちゃんのメイドさんかわいいよ。お持ち帰り。それはさせません。お持ち帰るのはこの私、入江恭介です。ダメだよ、ダメダメダメ。レナの持ち帰りを邪魔すると、ハウ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 。圧巻な光景だな。勝ってよかったと同時に、負けてたらその一角に俺がいたかもしれないことを思うと、とても笑えん。全く悔しいですわね。いくら罰ゲームの部活の務めとはいえ、
こんな格好あんまりでございましてよ。おじさんの格好に比べたら、さとこの格好なんてまともな方じゃない。メイドの格好がまともに見える時点でみんなただれてると思いますです。ほらほら、レナ、いつまでもハウハウしてないで席に座れ。負けた連中にサービスしてもらうのが勝者の特権なんだからよ。ハウ、今日は誰をお持ち帰ろうかな。ハウハウ。ソラ、ウェイトレスさん、今日のおすすめは何かな。こちらのフルーツパフェはいかがでしょうか。ただいまシュークリームのセットがお安くなってましたよ。お水ならいくらおかわりしても OK なのです。俺にも一つ頼むよ。あー、ミオには肩でも揉んでもらおっかな。あー、もう悔しいですわね。ほら、あー、なさいませ。チェー、肩もみか。おじさんの肩もみは高くつくからね。でござったか、この人たちはウェイトレスさんで、では拙者もお部屋を一つお願いしたいでござるよ。ああ、悪いけどおじさんウェイトレスじゃないのよ。お部屋はあっちにいる本物のウェイトレスにお願いしてくれる。なんと、ウェイトレスさんではないのでござるか。お申しはしてもらえたでござるか。別に私たち店員さんじゃございませんもの。あなたたちにサービスする言われなどありませんでしたよ。僕もサトコもミーも勝者の二人の慰め者なのです。だが納得できん。納得できんって一体何が納得できないんだよ。計算ばっかりこんな美味しい部活ができてずるずるずるすぎやっさ。いや、それは俺たちも相応のリスクを払って得た権利だからずるいと言われても。僕たちもずるいと思います。
体前原さんが昨日ので優勝できたのは僕たちが委員長を背後からやっつけたからですよ。前原さんが負けたら罰ゲームがかわいそうだなと思ってわざと負けてあげて、僕たちにもちょっとは感謝してほしいです。なんだか面白い展開になってきたね。どうするケイちゃん。どうするも何も俺にどうしろと。よしよし、亀田君に富田岡村、そこまで言うなら今日の勝者の権利をかけてケイちゃんとレナに勝負を挑んでみたら。どういう意味かな、この部活メンバーの他の精鋭たちを圧倒的大差で破ったお二人だもんね。こんなメンバーですらない連中なんか束でかかってきても負ける気しないでしょ。勝負でございましたもんね。少し外野が混じるとはいえここで優勝決勝戦をされるのも面白いですもんね。もちろんここで負ければ僕たちと一緒に罰ゲームに加わっても。くっそー、なんかうまいことやられてる気分だが、レナはどうする。その勝負、この入江京介も混ぜていただきます。よっしゃ、このメンツで決定しよう。ケイちゃんもレナも依存はないね。チッ、依存も何も勝手に話をまとめやがって。面白くなった方がいいでしょ。富田さんも岡村さんもやめておくなら今のうちでしたよ。分かってると思いますけど負けたら大変なことになりますよ。それは覚悟のうちです。僕たちも男なんです。いつかは戦いたかったんです。まさかケイさんと再び戦えるとは思わなかったな。今回は正々堂々正面からぶつからせていただきますよ。いや、夜によってエンジェルモートで亀田君と戦うことになるとはな。ある意味野球で戦うより手強い気がするぜ。
ここは大人の本気というものを見せてあげましょう。そしてどうかここに入江恭介のためだけのハーレムを実現させるのです。よし、俺も覚悟を決めたぜ。いつまでもぼやいていても仕方ねえ。ミオ、勝負は何でやる？そう来なくちゃね。道を開けて。ウェイトレスの皆さん、運んじゃってください。あの店長、本当にいいんですか？いいから運んじゃって。面白いことは何でも大歓迎だよ。せっかくのイベントで出して盛り上がらないと。コンビだからね。特別に許可しよう。レナはどうだ？やっぱり女の子には胃袋勝負はきついんじゃないか？監督はどうですか？大食いは？前原さん、そこに寝るのがそれを手に入れるための条件が大食いなら、私に不可能の文字はありません。
む。無駄ですよ、ケイさん。エンジェルモートでの戦いで俺に勝てる可能性は 1% もないっす。まだまだ行くっすよ。すみません、ウェイトレスさん。注文をいいでしょうか。ホットコーヒーをお願いします。できれば器は鍋だと助かります。監督。甘いですよ、前原さん。熱で溶かすなんてて、私だって思いついていました。
レナの手が止まったね。さすがにあのペースじゃ長続きしないかな。チャンスだよ岡村。今こそ竜宮山を抜かすんだ。無駄無駄無駄。エンジェルボートでこの俺に勝とうという時点で蜂蜜杏仁豆腐よりや。レナさんしっかりしてくださいまし。監督を勝たせたら承知しませんですことよ。私は負けませんよ。飲めと言われれば太平洋だって飲み干してみせましょう。どうしたどうしたレナ。見てろ、ここからいよいよケイチ様の逆転劇の始まりだぜ。なあみんな。レナ、どうしましたですか？ごめん。ちょっと手洗い行ってくるね。チケットないなら入れないって表の見えるところにちゃんと張り紙しといてよ。ったく客を何だと思ってんの。あら、レイナちゃんじゃない。こんなとこで会うなんて奇遇よね。あ、どうもこんにちは。こんなとこで会うなんて本当に奇遇ですよね。聞いてよレイナちゃん、ひどいのよ。今日はチケットがないと入れないとか言うのよ。ですね。まあ仕方ないわね。ねえ、お店には入れなくてもお土産にケーキくらいは売ってくれるんでしょ。ええ、それは問題ございません。さあさあどうぞこちらからどれでもお選びください。私はこの可愛らしいのにしようかしらね。あの人はショートケーキみたいな地味なのが好きだったっけ。ねえレイナちゃん、あなたはどれがいい。え、私ですか。いいのいいの。はう、本
こういうのに目がないわね。どれでも好きなの選んでいいわよ。じゃあ、私もショートケーキでいいです。あら、他にもこんなに可愛らしいケーキがたくさんあるのに。なんだかとっても迷っちゃうけど、こういう時はショートケーキが一番。うん、そう、じゃあショートケーキを2つとプチトリアノンを1つお持ち帰りでね。あら、風邪？